どうもー、かげやんです。あまり変化がこうないんですね。まあまあ、秋になっていくと、こうできてくるものの、が多いんでね。秋ナスであったり、秋トマトであったりね、キャベツであったりとか、ブロッコリーであったりとかね。この辺が、まあ、これから楽しめるなと。これからやなというところですね。うん。まあ変化、何かあればいいんですけど、何の変化もないかなという状態であります。ということで、以上です。ありがとうございます。